トヨタライトエーストヨタライトエースノアライトエースノアはトヨタ自動車がかつて販売していたミニバンである。製造委託は大発工業。由来のライトエースは英語のライトとエースの合成語。ノアは英語で優しい股間の人名を表し特別な意味はない。ノアの箱舟のノアとも関係ない。1996年にモデルチェンジされたライトエースのワゴンである。 1996年10月登場、ボディは先代のキャブオーバーから一転セミキャブオーバーになる。衝突安全基準の見直しからクラッシャブルゾーンの確保が必須となり、エンジン搭載位置、前輪位置、キャビン前端は大幅な見直しとなった。衝突安全ボディゴアが採用され、同時にノアとサブネームが付く。1998年1月には一部改良を実施。 ボディカラーを一部見直し、シート表皮を変更したほか、G、フィールドツアラーに、全席アームレスト、オートエアコン、電動格納式、ドアミラーを追加した、セットオプション、C パッケージが用意された。また、テックス特装車として専用エアロ、ビレットグリルなどが装着された、ロードツアラーが設定された。1998年12月には、マイナーチェンジを実施。 前後ランプ、グリルなどの外装デザイン、インパネデザインが変更された。ディーゼルエンジンはインタークーラー付けの3シーテに変更。このためディーゼル車のボンネットには冷却用エアインテークが装備された。グレードは前期モデルでテックス特装車として用意されていたエアラモデルのロードツアラーが通常グレードに昇格。V には従来の人乗りに加えて G と同じ人乗りが 選択可能となった。フィールドツアラーは乗車店員の変更はないが、シード形状が他の8人乗りと異なっており、背もたれを倒すとテーブルとして使用できるトーセカンドシートのアレンジが異なっていた。2001年10月に生産終了。11月にボクシーの登場に伴い販売終了。 販売期間中の新車登録台数の累計は191842台。ありがとうございます。